はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、最大 80% 還元タイムバンクの2億円キャンペーン、CM で話題のタイムバンクが第2弾の大型キャンペーンスタートということで、昨日の夜に告知として発表がありましたが、本日の18時に正式にスタートしました、タイムバンクの2億円キャンペーンについて解説していこうと思います。ということで早速なんですけども、そもそもタイムバンクとはどんなアプリかというと、まあ書いてる通りちょっとした隙間時間でお得な体験ができるアプリということですね。どんなものかざっと紹介すると、例えばこの特保の三ツ矢サイダーが24本を送料無料2990円で購入できたり、こちらすでに売り切れてるんですが、サントリー南のアルプスの天然水2リットルが9本入って623円で購入できたりと、ネット上のタイムセールみたいな感じでかなりお得に購入できるアプリとなってます。そのタイムバンクが今回2億キャンペーンということで、最大 80% 還元というとんでもないキャンペーンの第2弾をスタートしました。前回は1億円キャンペーンだったんですけども、確か4日から5日ぐらいであっという間に終わりました。今回このキャンペーンについてちょっと簡単にイラスト付きで、まあ、作成しました。どんなものかというのをですね、今回は例えば A さんがある商品を購入する際に B さんの招待コードを入力して購入すると 40% のキャッシュバックをもらえます。で、また B さんが A さんの招待コードを入力して商品を購入すると 40% のキャッシュバックをもらえます。そして例えばですね、2000円の商品を購入する際にそれぞれ 40% のキャッシュバックで、それぞれが800円ずつもらって、2人で同じ商品を購入したら最大 80% の還元を受けることができるということになっています。ちなみに実は1人でもかなりお得でして、例えば C さんが何かしらの商品を購入する際に、例えばご友人ご家族の招待コードを入力して自分だけでもキャッシュバックを受けることが可能となってます。で、実際のキャッシュバックをもらうやり方なんですけども、左で 1,2,3 と並んだ順から見ていただいてですね、1番例えばウィルキンソンの炭酸を選択して、2番注文に進むをタップします。そして3番の数量を選ぶ画面が来るんですけども、ここで今緑で記載している招待コードというところに入力したらキャッシュバックを受けることができます。そして今回のタイムバンクのキャッシュバックの注意点なんですが、初回の購入上限は2500円までとなっています。で、2回目以降の購入は 10% のキャッシュバックで、複数個の購入の場合はそのうちの1つが対象となってます。そして毎日にリセットされるので1日1回可能となってます。で、キャッシュバックは2週間後に反映ということですね。一応日付も7月の5日から7月の12日までということで決まってるんですが、もうこれも上限に達し次第もう終わる予定なので、かなり日付としても注意が必要かなというふうに思います。タイムバンクの登録がまだの方がいらっしゃいましたら、こちら僕の招待コードですが、もしですね登録してみたら300円もらえますので、ぜひ登録してみてください。一応下の概要欄にアプリのリンクと招待コードを貼っておきます。ということで本日はタイムバンクの2億円キャンペーンについてお伝えさせていただきました。もしですね気になる方がいらっしゃれば、始めてみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。